今月27日投開票の衆議院議員総選挙を前に福岡県警は今日選挙違反取締本部を設置しました福岡県警察本部では今日午前佐々木大輔刑事部長らが衆議院議員総選挙違反取締本部の看板を掲げました取締本部は県警本部のほか県内36の警察署にも設置され 住友和仁本部長をトップに総勢7503人体制で選挙違反の取り締まりに当たります福岡県警によりますと昨日までにポスターや上のぼり旗の掲示に関する警告を合わせて5件出したということです県警は公正な選挙の実現に向けて県警一丸となって厳正公平な取り締まりに当たるとしています 第50回衆議院議員総選挙は今月15日公示、27日投開票です。